こんにちは。7月27日木曜日の IG 証券ランチエクスプレス、キャスターの長谷部真奈美です。 FOMC 連邦公開市場委員会は市場の予想通り金融政策の現状維持を決めました。この結果を受けてのマーケットの反応、そして今後の展開などこの後詳しく見ていきます。アメリカの株式市場ですが、Facebook やボーイングなど好調な企業決算を受けまして、主要3指数揃って最高値を更新しています。早速こちらのコーナーで世界のマーケットをチェックしていきましょう。昨晩の海外市場の動向を確認します。IG グローバルマーケットアップデートです。はじめにそのアメリカの株式市場から見ていきます。S&P500 指数は良好な企業決算と原油高を背景に上昇しました。アメリカの10年債利回りは7月の FOMC 声明を受けて低下圧力が強まり、 2.23% の水準を再び割り込む展開となりました。国際商品市況です。ニューヨーク原油先物はアメリカの石油在庫の減少が好感されて続伸しました。一時48ドル87セントと6月1日以来となる高値水準まで上昇する局面がありました。一方でニューヨーク金先物はリスク先行試合が意識されて3日続落しました。続いてこちらのコーナーです。最新の市場分析をお届けします。 IG マーケットアウトルックのコーナーです。解説は IG 証券シニア FX ストラテジスト石川純一さんです。石川さん、今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、はい、今日のテーマは、はい、イエレン FRB の不都合な真実、おっと、はいはい、どっかのタイトルと、そうですね、一瞬思うわけですけど、はいはい、昨日の FOMC の結果を受けての、まあ、そうですね、ちょっとですね、気になる文言の変更がありましたので、まあ、その点も踏まえてですね、まあ、次のスライドで、まあ、はい、FOMC 声明のですね、をちょっと確認していきましょうか。はい、はい、こちらになります、ね、お願いいたします。はい、でイエレン FRB の金融引き締めプランということなんですが、はい、まあ、金融政策に関してはもうこのほぼほぼこの2点で、まあ、フォーカスされてきたのかなというふうに思われます。はい、うん、まあ、追加の利上げとバランスシートの縮小ですね。で6月の FOMC 時点で追加の利上げはだいたい9月か12月、まあ、どっちかだと市場は、まあ、思ってたわけなんですね。ただ今回の FOMC 声明でもう12月で、まあ、の市場のコンセンサスが固まりつつあるといった点が見受けられます。じゃあそれはなぜかというと、はい、このバランスシートの縮小のタイミングにあるわけなんですね。うんうん、先週の放送でね、はい、このタイミングについて示唆してくるかどうかがポイントとおっしゃってましたね。そうですね、はい、で実際に6月の FOMC 声明では、まあ、年内ということで12月がですね、まあ、コンセンサスとして、まあ、ちょっと出てきたんですが、今回の FOMC 声明を受けてバランスシートの縮小が12月から9月にですね、前倒しされるんじゃないかという観測が急速に強まったんですよね。はい、ということはこの金融引き締めプランに関しては、うん、まずバランスシートの縮小を9月にやってから最後の利上げを12月にやるという形で、今年のですね、金融政策は完結するといったことが見受けられますと。うん、でポイントはやっぱりここなんですよね。うん、ここからここに前倒しになったことを、うん、見てみますと、で FOMC 声明では、まあ、This year から、まあ、Relatively soon ということで、まあ、今年内から比較的早期にという形でかなり文言がですね、強く変更されてるんですよね。じゃあなぜここに来てバランスシート縮小のタイミングを前倒しして利上げ、今までこの利上げの方をフォーカスしたのにこれをちょっと後ろに持ってくるのか、ここにですね、タイトルにあった不都合な真実が絡んでくるものと思われます。はいはい、でその点ちょっと金利の、動向から確認していきましょうか。はい、はい、こちらになりますね。はい、まあ、低下基調をたどるアメリカの長期金利ということで、まあ、長期金利は10年債利回りでを持ってきました。はい、でまずトランプラリーが昨年の大統領選挙にありましたよねと。で、まあ、期待先行でどんどん上がってどこまで行くのかなと見ていたら、まあ、2.6% あたりで、まあ、2度頭を止められまして、その後低下基調、反発しても今度は 2.4% で再びですね、2度頭を抑えられて、まあ、再び低下基調に転じてと、うん、2.6 から 2.4 徐々に切り下がっていることは分かりますよねと。はい、でもこれおかしいですよね。はい、利上げをもう今年2回して、でイエレン FRB も先行き経済の見通しに関しては強気の見通しを示しているのに、なんでじゃあ長期金利、景気と連動する長期金利が下がるの。じゃあ次に株価の動向を見ていきましょうか。はい、まあ、上昇トレンドを維持するアメリカの株式ということなんですが、今回は MSCI の米国株式のパフォーマンスを持ってきました。はい、まあ、順調に上がってますよね。はい、株式は上がってると、でも金利は 2.6 から 2.4 に上値が抑えられていると。うん、じゃあ実際にですね、この株式と金利のチャートをですね、重ね合わせた
チャート見ていくと、まあ、今年に入って乖離が拡大してるんですよね、はい、乖離というのはパフォーマンス乖離なんですが、この緑のラインがアメリカの株式、まあ、MSCI のパフォーマンスですが、まあ、上がってますよねと、はい、で一方白のライン10年差利回りは、まあ、右往左往しながらも結局下がってまして、でパフォーマンスが乖離が広がってますよねと、はい、これもおかしいですよね、うんうん、だ株式が上がるんだったら債券はまあ通常であると売られると、うん、債券が売られるということはこの金利というのは上がってもおかしくはないのに、そうはならずに乖離がむしろ広がっている、ここにまあ不都合な真実がまあこの裏にですね、はい、まあ、ちょっと見えるのかなと個人的には思ってるわけなんですが、教えてください。はい、はい、まあ、ちょっと伸ばしすぎましたけど、はい、来ました。はい、やはりですね、うん、まあ、この番組でも何度か、まあ指摘させていただきましたが、やはり不都合な真実、どうしてもですね、このインフレ動向がですね、イエレン FRB に、まあ、がですね、どうしてもイエレン FRB のネックになっていると、うん、それは何かというと、こちら縦ラインが2017年、もう急速に低下してますよね。コア PCE は、まあ、イエレン FRB が最も注視するインフレ指標で、コア CPI は、まあ、皆さんご存知の消費者物価指数ということで、両方とも赤のラインも青のラインも下がっているということは、うん、インフレが鈍化している。でインフレが鈍化しているのに果たしてじゃあ中央銀行が利上げを急ぐ理由はあるのかとあれば、これはないですよね。そうですよね、うん、それでもじゃあ9月とかですね、うん、利上げをしてくるならば、うん、なんでするんだとというふうに市場から突っ込まれてもおかしくないと、うんうんうん、でそこでインフレが低下しても利上げを急ぐその整合的な理由を果たして中央銀行説明できるのかと問われれば、やっぱりこれなかなか難しい面があると、うん、まさに不都合な真実であると。でもイエレン FRB としてはもうどんどん金利を上げていって、うん、次の機会が来た時に金利を低下させるバッファーを設けておきたいという、まあ、のスタンスではあるんですよね、うん、まあ、まさに不都合な真実丸一というところなんですが、うん、じゃあなんでこういうふうになったのかといったところをですね、はい、さらにちょっと深掘りしていきましょうか、はい、やっぱり個人消費ですよね。で不都合な真実、今度は個人消費なんですけれど、なんでじゃこれが重要なのかというと、はい、やっぱりアメリカの経済、まあ、GDP の7割を占めるのがこの個人消費、要はアメリカ経済のエンジンとして見ることができると、うん、でその個人消費なんですが、主力の個人消費速報値がですね GDP とともに発表されます、まあ、今週の28日金曜日ですね、はい、で主力が発表されますが、その前の1、3月期の確定値を見ると1.1% 増、うん、まあ、増加してるじゃないかと思われる方もいらっしゃると思うんですが、うん、この 1.1% 増を見てみるとこちらの赤い棒グラフになりますと。でこの水準を見てると明らかにもう急速に減速していることが分かりますよね。じゃあこの水準をそう遡ってみると、うん、まさに今おっしゃったように2013年第2四半期の 0.8% 増と大体同じ水準にまで急速に減速していると、まあ、インフレが低下して個人消費も急減速しているということは、まあ、ある意味整合的ですよね、はい、要は個人消費が振るわないから結果的にまあインフレも低下していると、まあ、整合的であると、うん、ということは目先ですね、まあ、今週この個人消費の動向がどうなるかといったら要注意と、うん、で仮にここでさらに低迷が続くならば、やっぱりちょっとイエレン FRB金融政策どうなのっていう形で、まあ、疑問符がつくことによって金利が低下、うん、で結果ですね、まあドルが売られるという展開も考えられますので、まあ、目先はこの個人消費に要注意といったところなんですが、さらにちょっと深掘りしていきますと、はい、これね、やっぱりもうここなんですよね、はい、行き着く先は、はい、で不都合な真実、賃金動向ということで、まあ、賃金動向を見る上で重要なのが雇用統計の内訳の平均賃金なんですが、これを前年同月比で見てみると6月は 2.5% 増だったんですよね。で今年のですね賃金伸び率をこういったラインチャートで見てみると1月から2月にかけては堅調だったんですが、まあ、ここですねピークアウトして徐々に下がって4、5、6ともう 2.5% で伸び率で、うん、まあ、抑制されていると、うん、ということはもう賃金が上がらない、うん、給料が増えなければ当然使えるお金も増えるわけではないですから、うん、当然消費を抑制しますよねと、はい、で消費が抑制されれば物も売れない、もう雇用は改善されてきてるわけですよ ね、 そうですね。でも賃金が伸びてこないというのを、ね、毎週言ってますけど、そうです、ね、今後もこの状況が続くとなる、うん、可能性としてはやっぱり否定はできないですね、うん、ただ今賃金の高い職種って本当にもう
専門的な知識とか技術とか経験が必要とされる、例えばハイテクセクター の、 あの代表されるような、そういった業種にだんだん絞られてきておりますので、なってくるといくら雇用は増えても、例えばそれが単純労働だったら低賃金に、まあ、甘んじてしまう可能性が高いと、なってくるとここも伸び率としてはなかなかですね、まあ、抑制された状況が続いてしまうと、結果個人消費に回らない、はい、個人消費に回らなければ物は売れないですから、インフレもどんどん低下してくるであろうと、なぜならまあ価格を下げないと物が売れないといった状況になってくるからといったことが考えられますよと、まあ、この点に関してはね、まあ、来週ちょっとまた詳しくご説明させていただきますけれど、そうですか、うん、なんか株価は好調でしょ、はい、それで企業決算も割と好調、うんうん、なんでこういうふうに上がってこないんだろうってすごい毎週思ってるんですよ ね、 そうですね、じゃあ来週解説いただけると、そうですね、まあ、ちょっとここで話すと、ちょっと来週話せたらちょっとなくなってしまうというのは次を期待して、はい、そうですね、不都合な、真実としては賃金動向があると、そうですね、はい、ということなんですが、うん、まあ、このように考えていくと、まあ、指標データを一つ一つに選びながらアメリカの金利がどうなるかというところを見ていく必要が今後あると、結局はファンダメンタルになってくる、そうですね、でそうなってくるとやっぱりドル円相場の動向というのも非常に気がかりなんですが、はい、その点をちょっと次のチャートで見ていきましょうか、はい、こちらはですね、6月の FOMC 以降からのですね、まあ、スパンを取った、日足のチャートなんですけれど、まず注目すべきは、まあ、順調に上がったと思われていたのに、うん、115円の手前で止められてしまった、まあ、110円の50ぐらいで止められて、その後も順調にことまた下がってきているということなんですが、ポイントはこの移動平均線、まあ、5日と21日とありますけど、これ市場関係者がですね、よく用いるテクニカル指標なんですが、まあ、この青のラインと黄色のラインで上値が抑えられてるんですよね。でかつこの短い、まあ、移動平均線が長い移動平均線期間、長い期間の移動平均線を下抜けているところ、これデッドクロスといった、まあ、あのシグナルも出ていると。でこのデッドクロスというのはやっぱり下落シグナルでありますので、その通りですね、上値が重くなっている。で昨日はこの5日移動平均線で上値が止められている、うん、こういった状況を考えるならば、やっぱりドル円下値トレを警戒したいかなと、うんうん、でこの背景なら当然アメリカ金利の低下というところが、はい、背景にありますし、アメリカ金利の低下の背景になるのは、今まで、述べてきたように、まあ、不都合な真実、まあ、経済指標で見た不都合な真実というのがやっぱり根底にあるかと思います。だここが改善されない限りやっぱり下値トライがなるのかなと。で下値トライの場合やっぱりこの一目均衡表雲ですよね、まあ24、25ではここって形でかろうじてサポートされましたけど、仮にここを一気にブレイクするだと、まあ、この節目の100トン円、まあ、ここをトライしてもおかしくないのかなというふうに考えることができますし、逆に、まあ、あの28日の個人消費とか良ければですね、反発してまた5日移動平均線、もしくはこの21日移動平均線をトライしてもおかしくはないと、うん、ただここで注視すべきは、はい、やっぱりですね、ドル円って金利の動向に反応してますので、金利が上がらない限りはやっぱりなかなか持続的な上昇トレンドは描けないであろうと。でじゃあサポートになるのかというと、やっぱり株高なんですよね、うん、株高イコール円安ですので、そうなってくると金利の低下イコールアメリカのドル安圧力、はい、対株高イコール円安圧力の戦いになって、それぞれが相殺して、まあ、緩やかな下落を形成してきたと、うんうん、ということで株式市場がやっぱり崩れたらサポート要因がなくなりますから、一気に崩れる可能性もありますよね。そういうことを考えるんでしたら、うんうん、まあ、史上最高値にある、まあ、株式市場ちょっとですね、まあ基調は強いですけれど、うん、いつですね、まあ、調整とかリスク開発が強いか分かりませんので、まあ、そうなってくるとですね、まあ、あの調整が深くなって、うんうん、今まで サポート要因だった株式市場もですね、うんうん、崩れてくるとドル円というのは一気に下に取れといった展開も考えられますね。100等円も意識しておいた方がいいと、いいですね、いうことですね、はい、まあ、トランプリスクといって、今最近ちょっと FRB の次期、うん、あの議長の人事についても、まあ、いろいろ来ましたよね、観測報道がね、なんかどうなるか分かりませんけれども、うん、そうですね、そこら辺も、まあ、あのマーケットやっぱ注視してますし、特に金利はこの点をあの敏感に、まあ、あの捉えている面もありますので、やっぱりこういった政治的な面も重要と思いますが、まあ、これは何も読めないですよね。読めないから、うん、やはり明日以降の、まあ、経済指標出たらとりあえず、まあ、基本に立ち返るではないですけど、確実に捉えていこうということですね。そうですね、はい、はい、分かりました。また来週解説よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。続いてこちらのコーナーです。IG 証券からのお知らせです。 IG 証券では今月3日よりスリッページを発生させない新しい注文方法、ノースリッページ注文の提供を開始いたしました。詳しくは IG 証券のウェブサイトをご覧いただくか、ヘルプデスクまでご連絡ください。それでは IG 証券ランチエクスプレス、今週はこの辺でお別れとなります。今週もご覧いただきましてありがとうございました。
また来週お会いしましょう。失礼いたします。